エーサ・サーストンと、妻・ルーシー・エーサ・サーストンが創設した、木愛カウア教会エーサ・サーストンと妻のルーシー、グッテール・サーストンは、アメリカ合衆国からハイラム・ビンガムらと共に、ハワイ王国へ行き、初めて、キリスト教を伝えた、宣教師である。エーサ・サーストンは、マサチューセッツ州、フィッチバーグ生まれで、両親は、トマス・サーストンと、リディアであった。 22歳までは鎌など農具作りの職人であったが、1816年にイエール大学を卒業して、1819年にアメリカ改修派のアンドーバー神学校を出ている。1820年にルーシー・グッテールと結婚して、神学校同僧のハイラム・ビンガムなどと共に、改修派協会から選ばれて、アメリカンボードの宣教師としてハワイ王国へ渡った。ビンガムは、 ハワイで初めてのキリスト教教会である木愛カウア教会をハワイ島カイルアコナに建て後にオアフ島ホノルルにカワアハオ教会を建てたサーストン夫妻は数年間故郷のニューイングランドとカリフォールニアへ旅行した以外はハワイに泊まりハワイでキリスト教家に尽くしたサーストンはハワイ島をくまなく回ったハワイ火山国立公園にある サーストン溶岩道は彼の名前から来ている。晩年病気になって、ホノルルで亡くなった。サーストーンは、ビンガムや他の協力者たちと、キリスト教聖書全書をハワイ語へ翻訳した。四福音書が1828年に翻訳され、残りの新約聖書は1832年、旧約聖書は1839年に翻訳された。 1868年には改定されている。最近の研究では、翻訳の原稿はサーストンが全体の25%、ビンガムが20%、その後ホノルルへ宣教師としてきたアーテマス・ビショップが14%、残りは数人で行ったと言われる。ルージー・グテールはマサチューセッツ州マールボロに、父は教会出事を務めたアブナー・グテールである。 ブラッドフォードアカデミーを卒業して学校教師を務めた。エーサ・サーストンと結婚してハワイ王国へ赴き、彼を助け、ハワイ先住民の教育などにも尽くして、そこで亡くなっている。サーストン夫妻の子孫はハワイとアメリカで様々に活躍した。創尊のローリン・サーストンは1893年のハワイ王朝転覆に加担している。ありがとうございます。